クリームとゼリーの相性っていうの、これが絶妙でうまいんです。いやー、今回も見事なご活躍でした。有名なね、お菓子ばかりですね。いや、これは素晴らしい。はい、どうも、SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は食品系のガチャガチャと、ちょっと面白いね、バラエティ系のガチャガチャがありましたんで、5個開封していきたいと思います。さあ、早速1個目からね、開けていきたいと思います。まずこちら、直撃誰でもインタビューマイクということでね、なんとマイクのガチャガチャが出てましたんで、早速回してきました。せーの、パカッと。さあ、ラインナップから見ていきましょう。すっ。これ今回全部マイクのガチャガチャで喋るらしいです。なんかテレビ局の名前とかちょっと面白いですね。無地テレビとか、テレビ夕日だってこれ。テレ朝じゃないですね。テレビ夕日ですって。それぞれそれによってね、言葉が違いますね。そして当たったのはこちらでございます。じゃーん。あ、ちょっと緑っぽい。お、緑の、これはなんだ？月火水木金土テレ。長いな、名前が。お、提供はトイズスピリッツさんでーす。お世話になってます。これめちゃくちゃいいじゃないですか。なんかインタビューマイクですね。わー、すごい、ちょうどいいサイズですね。ここがボタンかな、これを押すと音が出ると。で、ここにほら絶縁テープがあります。あ、ちゃんとこれ電池交換できるのいいですね。これは面白いガチャガチャですよ。じゃあ早速撮ってみます。スイッチオン。いやー、今回も見事なご活躍でした。今のお気持ちとファンの皆さんに一言いただけますか？聞こえましたか？ちょっともう一回いきましょうか。いやー、今回も見事なご活躍でした。今のお気持ちとファンの皆さんに一言いただけますか？これはですね、ファンの皆さんに一言お願いしますと。これ桃尻さんとかにこうインタビューするときなんかこれいいんじゃないですか、こうやってね。急にマイク向けられると緊張しちゃう。なんか他のやつもすげえ気になりますね。これ可愛いな。でも1回ね、確か500円だった気がするんですよね。ちょっと高めです。今後動画でちょっと使っていきたいと思います。じゃあ続きましてこちら行きましょうか。これ食品系ですね。パカッと。さあ、こちらは何のガチャガチャでしょうか。あら、落ちた。でーん、出ました、ヤオキンスナック菓子シャカシャカチャーム全7種類有名なね、お菓子ばかりですね。これどれも食べたことありますよ。まあでもなかなかこのね、玉ねぎさん太郎とフライドポテトを食べたことはあると思うんですけど、あまり最近見てないですね。さあ、何が当たったんでしょうか。今回当たったのはこちら。ドーン、うわー、フライドポテトフライドポテト、じゃじゃーん、 USA 缶フライドポテト。裏はこんな感じ。これいつかな、食べたことあんのかな、 SH さん。最近見ないですね。でもなんかね、この感じはすごく好きです。シャカシャカチャームなんで、早速ね、振っていきたいと思います。安定のシャカシャカ。でもやっぱりキャベツ太郎が欲しかったな。もしくはもろこし太郎、和太郎か。あ、これも良かったね、もち太郎もね。いやー、ちょっとこれはリベンジかな、リベンジ。あら、ずいぶんご無沙汰だね。わしは食べたことがない。はい、次も食べ物系です。レトロ喫茶ゼリー&かき氷。まあ、またレトロ系のガチャガチャがね、出てきましたんでね、ちょっと可愛かったんで回してきました。パカッと。さあ、今回のレトロ系のガチャガチャは何が当たったんでしょうか。ラインナップはこちら。じゃん、わー、かわいい。やっぱりこれね、回してよかったですね。どれもかわいいです。これほら、超リアルなんですよ。これはね、もうどれ当たっても当たりでございます。そして当たったのはこちら。ドーン、ほら、
あーこれだ。わーすごいね。うわマジすごいじゃん。リアリティが半端じゃないこれ。うーわう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 わこれやばいでしょ。これ完璧じゃないですか。ちょっとこのクオリティレベルが違う。見てこのほらマンゴーですかね、こういう風にちょっとカットされてブドウとかも入って、あうさちゃんカットのリンゴとメロンと生クリームとストローもついてますね。ストローなのかなこれ、スプーンなのかな。あごめん、スプーンがあった。ここにスプーンがありましたからね。これ何、これ数形な、数形吸っちゃう系。いやこれは素晴らしい。いやこれはね、過去に当たったレトロ系のガチャガチャと合わせてなんかねディスプレイしたいですね。裏はこんな感じでございます。あなんかここに穴が開いてますね。穴セルフでボールチェーンかなんかつけてキーホルダー的な感じにもなるんですかね。いやこれは飾りたいよね。もう食品サンプルみたいな感じなんで、いやこれはもうぜひねギャラリーに食べていただきたいので、ちょっとセッティングさせていただきますよ。じゃあ早速ねこちらのマイクでねインタビューしていきたいと思います。クリームとゼリーの相性っていうの、これが絶妙でうまいです。あありがとうございます。じゃあこちらの方もどうでしょう。まだ匂いしか嗅いどらん。あありがとうございます、本当貴重なご意見。はい、続きましてこちらも面白いですよ。バラエティ系のガチャガチャなんですけどもね、光る看板マスコットということで、何が当たったんでしょうか。パカッと、さあラインナップはこちら。看板のねガチャガチャ全部光るらしいです。麻雀とか居酒屋とか喫茶店とか会員制クラブ、カラオケ、スナック、スナックということで、たくさんね看板がありますね。これもまさにレトロな感じでいいですよね。そして当たったのはこちらでございます。でーん、うわーお経みたい。うわ何これ、うわーっと、これはねシールですね。自由にシールでマジでお経みたい。これちょっと気持ち悪くなってきたな。これ本体はこちらでございます。バーン、あーマージャン、フリーマージャンの看板が当たりました。うわーすごいね。でーん、あこれはどっかで見たことありますよ。これこちらはですね、まずここでカチャッと組み立てるわけですね。ここではめ込む、足をねはめ込むとこんな感じになります。初心者歓迎2階って書いてある。すげー、あ裏表ありますね、裏表あります。そしてこれは光るということで、ここスイッチがありますんでスイッチをオンしていきます。スイッチオン、じゃーん、わーめっちゃ光んじゃんこれ、すっごい光るね。何この光量すげー、あなんか飛んでっちゃった。すごくないですか。でもこれはね前に見たことがあるんです、このシリーズ。いろんな動画を見ていただいている方はお気づきかと思うんですけども、以前ですねこちらのキーコーヒーの看板がね当たったことがあります。これね造形が似てますね。でも進化してるんですよ。これはもう当たった人じゃないと多分わからないと思うんですけど、以前のキーコーヒーはここ結構ゆるゆるなんですよね。ほらゆるゆるなの、これわかります、すぐ外れます。これで折れちゃいそう、本当にゆるゆるすぎちゃって、まあ、飾ってる分には問題はないんですけど、ちょっと怖いですよね。でも今回ここがっちりはまってるんで、ここは本当に簡単には取れません。ほら全然取れないんです。ここしっかりこうはめ込む式になってますね。多分同じところで作ってるんじゃないですかね。デザインもすごく似てます。でキーコーヒーの方もこうやってやるとちょっとね、あ電池が少し弱くなっちゃったかな。ほらわかります、こんな感じでねちょっと光るんですよ。でもほら光り方が半端じゃないです、こっちの方が。もう完全にキーコーヒー負けちゃってるんですけどね。でもいい感じじゃないですかこれ。ほらいいじゃんいいじゃん。せっかくなんでねここにほら
名前を付けられるということで、こんないっぱいあるから何しようかな、ちょっとほんと考えちゃいますね。はい、ということで看板の名前貼り終えました。発表していきたいと思います。せーの、じゃーん、雀荘美男子。絶対ね、ありえないような感じの雀荘の名前をつけてみました。ちょっとおっちゃんのイメージがねありますけど、ちょっと美男子となったらね、若い子もね麻雀やりに来るんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに SH さんは麻雀はできません。ちょっとやっぱレトロ感出ますね。新宿あたりにありそうだよね。パンにハム挟むんだ。そして今回最後の食品系のガチャガチャ、大人のおつまみセレクション5。うまそうなガチャガチャです。さあラインナップ、まずこちらでございます。柿の種2種類とスパイシーカルパス、チーズタラ、やみつきイカフライの全5種類となってます。柿の種はもう定番ですね。カルパスも美味しい。あ、これもねやっぱりどれ当たっても可愛いというかリアルそうですね。さあ当たったのはこちらでございます。あ、後ろからだとまだねわからないんですけど、何が当たったんでしょうか。当たったのはこちらでございます。せーの、ポーン。おお、柿の種が当たりました。やった。そしてリアル、マジリアルだね。つかこういうサイズの柿の種もありますよね。本当に一口サイズのやつ。あ、しかも塩だれだって。塩だれ、昔ね SH さん YouTube で柿の種を食べてね吹いてしまったことがある動画があるんですけども、まあ今はちょっと非公開になってるんですけどもね、ちょっとね面白い思い出がある塩だれの柿の種が当たりました。ちゃんとほらボールチェーンがついてるんでキーホルダーとしても使えます。まあ、SH さんはこれはコレクションとして大事にコレクションケースに飾っていきたいと思います。柿派ですか、ピーナッツ派ですか。何柿って、柿って言わないでしょう。はい、ということで今回も面白い5種類のガチャガチャを回してまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。もうダントツで SH さんはですね、今回こちらのレトロ喫茶のメロンカップゼリーにもう完全に惚れてしまいました。あとこの麻雀も前とね比べるとメーカーが違うんですけど、ちょっとバージョンアップしてるような感じでものすごく良かったです、ね、こちらのマイクの小道具も手に入りましたしね、今度からいろいろと使っていきたいなと思っております。9月も結構ね新作のガチャガチャ出てましたんで、まだまだね回しきれてないものもありますんで、見つけ次第どん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 回して皆さんと共有していければいいかなと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。